このビデオでは断面形状マネージャーで基線また基礎円をグラフィックに編集して構成要素の計算面積を調整する方法についてご説明します。デザイン断面形状断面形状マネージャーコマンドを有効にします断面形状マネージャーダイアログが開きます断面形状から排水路を一つ選択してプロファイルの編集ボタンをクリックし 編集するために開きます。構造要素の塗りつぶしを選択し、合成要素面積のリストチェックボックスをチェックします。気線ラジオボタンを選択することで、合成要素の面積が線で表現される平面に投影されて計算されます。デフォルトでは、気線は断面形状の最も長い線分に沿って配置されます。気線を調整することで、これを垂直に回転できます。 この場合では断面形状の垂直の辺がリストされます。基礎円を選択した場合、湾曲した構成要請の投影として面積が計算されます。このオプションは主に円形中の仕上げなど湾曲要素のリスト作成に使用されます。排水路のすべての総面積をどのようにリストするか見てみましょう。 塗りつぶしを選択し、分割コマンドを有効にして3つの部分に切り分けます。最も長い辺の軸に沿って水平部分の基線をドラッグして回転します。垂直部分を選択して垂直の基線を中央へドラッグします。最後に、 傾斜する部分を選択し、寄線最終点を短い側の中点、また長い側へ平行になるように調整します。寄線の長さが辺に一致するように自動的に調整されますのでご注意ください。断面形状を保存をクリックして変更保存します。排水路のすべての側面が一覧表に含まれています。 構成要素の選択に関かかわらず、すべての規線を断面形状編集で歌詞にしておくためには、表示、表示オプション、構成要素面積規線、基礎円が有効であることを確認します。